わさびです。お願いします。ありがとうございます。あの、誰が言ってるばと思うかもしれませんが、はいはい、どうした？お前太ってない？誰が言ってるばびっくりした。いや、言うほど太ってないし、お前には言われたくない。お腹出てるよ。ちょっと出てきたではあるけど、お前の方が出てきてるわけさ。うん、俺は太ってるのは分かるわけ。え？デブの黒帯から言わせてほしいんだけど。デブの黒帯って何？うん、太ったら大変なことがいっぱいあるわけ。お前それに耐えきれる？大変なことっていうのは何？春夏秋冬またずれする。一年中じゃない？え？こんなで一年中。ああ、痛いね、これね。ずっとこんなした。あ、これはちょっと嫌だ嫌だ。大丈夫かお前？いや、嫌だ嫌だ嫌だ。あと、車でガソリン入れるとき、はいはい、急レバー届かないわけさ、うん、だから一回外に出ないといけない。恥ずかしい。ちょっとそうはなりたくないですね、僕。お前にはそうなってほしくないわけよ。痩せたくなってきたら。お、痩せよ。お、俺痩せよな。お、え、どんなしたらいいのかな。トレーニングジムに通ればいいと思う。ジム？うん。でも俺行ったことないし。大丈夫、ここでやればいいさ。付き合ってくれる？当たり前て。優しい。ああ、事務初日だ、緊張するな。あれ、はじめまして。あ、どうも。教官の方ですか？あ、そうです、はい。あ、ここに通ってる大城と申します。あ、大城さん。あ、どうも。ダイエットですか？そうですね、ちょっとお腹が出てきて。僕もそうなんですよ。あ、一緒ですか。僕、ここに2015年から通ってるんですよ、はい、8年でこれ？週5日、2時間みっちりトレーニングしてるんですね。筋トレって裏切るんだ、初めて見たな。これだけは覚えててほしい。大切なのは続けること。刺さらない。自分の言葉にできてないから。あなた、こんにちは。ああ、別の人来た。バナナ食べる？はい。バナナ食べる？バナナ、バナナ食べる？食べない。バナナ食べる？ああ、食べる。バナナ食べる？いらない。バナナ食べる？どうぞ。バナ食べる？バナ食べる？バナ食べる？食べるって聞いてるの、自分で食べるって言ってるの、どっちなのこれは。バナ食べる。どうぞ。聞いてた。気持ち悪い。ちょ、何してんすか大城さん。トレーナー。トレーナー、この人これでトレーナーなの？いや、1ヶ月の無料期間だけ来てから、その後来ないっていうシャバい考えしたらマジ苦すから。トレーナー腐ってるんですけど。こいつクビにして、今すぐ。別の人来た。肩の筋肉パン。パン。ちょっとすごっ。大城さん、大城さん、この人はボディービルダー。あ、この人はボディショルダーです。ボディショルダー。体、肩の人ってどういうこと？すいません。あ、ぶつかった、ぶつかった。ごめんなさい。チャーぶつかり。邪魔なってますよね。肩身が狭い。肩だけ鍛えちゃうから。変な人が多いな、ここ。うっしょ。大城さん、僕いい汗かいたんでシャワー浴びてきますね。あ、そうですか。ちょっと変な人多い。大塩さん戻ってきたらやめるって言うか。ああ、そうしよう。あ、大塩さん、僕今日でやめます。バナナ食べる？トレーナーでした。ありがとうございました。